Thank you.
ありがとうございます。手紙をお書きいただきました。続きましてですね、紹介していただいた多分一番有名なんじゃないですか、卒業の曲、ユーミンの卒業写真を歌いたいなと思います。ご存知の方はね、ぜひ一緒に一人さんで覚えて歌っていただけると構わないんですけれども、はい、歌っていただければなと思います。では、聴きください。卒業写真、
水を飲む。先日イチローさんが引退を発表されましてですね、日時自由化されたんですけど、椎名林檎さんのスーパーさんで、今日はちょっとそれではないんですけど、椎名林檎さんのスーパースターという曲がイチローさんに当てた曲らしくて、そうで、まあ今日はそれではないんですけど、椎名林檎さんのなんか結構バンドとかね組んでるとよくやるやつしてる方がいいかなと思ったので、マルマチサリスチックをやろうかなと思います。ちょっとこれ、点が難しいんですけど、いい音するでは、マルマチサリスチックをやってください。Oh.
でですね、ちょっと私この芝の楽器で講師をやっているんですけれども、普段もちょこちょこライブしたりしておりまして、自分の曲を歌っているんですが、今日はちょうど春の曲1曲あるので、この時しか歌われへんなと思っててそれを聴いていただければと思います。で、何年目かな、2012年にミュージックエッジという音楽番組をご存知の方でしたっけ。なんかその桜歌グランプリっていうなんだオーディションがあったんですけれども、一応それで決勝大会まで進みまして、テレビ本に映していただきまして、そうなんです。その時の曲で、私もすごい大事にしている曲なので、最後にお聴きいただければなと思います。春という、そのままなんですけど、春という曲です。手探りで見つけた
もっと体験レッスンも募集しておりますので、ぜひぜひ歌とか声とかにお悩みがある方は受けてみてください。よろしくお願いします。そしてこの後も出られる方はぜひ楽しんで歌ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。男性で放送でしょう、お願いいたします。いやめちゃめちゃハグやめちゃめちゃ声綺麗でしたよね。本当に聞き取れてた方も多いんじゃないかと思いますが、ちょっと今先生からもご紹介ありましたが、まあもちろん体験レッスン、無料の体験レッスンとかも受け付けてるんですが、そんなのよりすごいお手軽に先生のレッスンが受けれるイベントがございまして、今そちらの、まあ、額縁というか打ち出しの横にチラシがあるんですが、4月29日月曜日の祝日、こちら税込みワンコイン500円でラオン先生のマンツーマンでレッスンというものがありまして、レベル的にはまあカラオケ上手くなりたいレベルでも大丈夫ですよね。カラオケ上手くなりたいレベルでも大丈夫ですし、もうがっつりバンドとかでボーカル上手くなりたいっていうレベルでも大丈夫なので、いやちょっとねカラオケ高得点出したいなとかっていう方も、まあこの後はここから出る方もギターは結構やってきたけど歌はちょっとな練習してないなっていう方もいいきっかけになるのかなと思いますので、ぜひチラシだけでも見ていただいて、ご興味ある方は今からでも受付できますので、カウンターで言っていただければ予約できる、多分これすぐ埋まるんじゃないかなと思うので、お早めにご参加いただければと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、それでは山本先生にもう一度メッセージをお願いします。ありがとうございました。さあ、そして先生からも告知がありましたが、3時からは本日アコパラというアコースティックライブイベントが始まりますので、もう少々お待ちください。